ベルナール・ポリシ、ベルナール・パリシシーは、フランスルネサンス期に活躍した投稿である。ガラス工として、各地を遍歴。ガラス工の需要が少なく、測量の仕事に従事した後、独力で、優等の研究に取り組んだ。貧困の中、家具や床板まで燃料にして、研究を続けたというエピソードがある。15年ほどかかって、ようやく技法を完成し、田園風土器として、 人々に知られるようになった。その最大の作品は、フィギュリーヌと呼ばれる陶製の人工洞窟で、チュイルリー宮殿の庭園の一角に作られた。プロテスタントであったため、たびたび弾圧を受けたが、才能を認めたアンヌド・モンモランシー将軍やカトリーヌド・メディシスの被護を受けた。チュイルリー宮殿内の工房で、王室のために作品を制作した。 1575年からパリで地質学、鉱物学、博物学など自然科学に関する講演会を約10年間続けた。1580年と1583年には農学など自然科学に関する論文集を出版している。1585年の直例で新京都はカトリックへの改修か、国外亡命を迫られたが従わなかった。 被護者のカトリーヌ・ドメリシスが1589年に亡くなった後捕らえられバスティーユローゴで獄死した。独学で多くを学んだ自然主義者であり啓蒙主義の先駆けの一人であった。しかし、ボルテールによってパリシーの人物像は歪められて伝えられ、その実績は忘れ去られた。明治4年に中村義隆が訳した西国立社編。 第3編に電気が掲載されたことにより、明治の日本人にはパリッシーの辞席は有名だった。翻訳されている著書に、投稿パリシーのルネサンス博物問答、佐藤和夫約1993連勝文社がある。原書は、ベルナール・ポリシー、レセプト・ベリタブル1563亡くなる前に捉えられたという説もある。カトリーヌ・ド・メディシスはパリッシーが国中で苦しむ様を、 見物しに行ったという逸話がある。ありがとうございます。